しますけど、なんかこんな方向で、真ん中のその、ちょっと薄くなりましたけど、まあ、純正社員、クエサイレギュラー、これから日本で、クエサイレギュラーが日本で増えてきたっていうふうに、なんかなるような仕組みが一番大事なんじゃないかなっていうのが私の感覚で、それはどうしてかっていうことを言いますと、まあ、実際そういう方向にも変わってきてる。まあ、日本の雇用システムダメだダメだとか、日本企業ダメだって言われますけど、あんまり僕は日本社会そんなヤバじゃなくて、あんまり自己変革能力は比較的も、まだ持ってんじゃないかっていう、多少こういうのがもう少数派みたいですけど、あんまこう自虐的なことばっかりが良くないんじゃないかっていうのが一つ私の感覚で。例えば今だんだんこう非正規の中で、さっきつぐさんの話でも、いろんな非正規があるっていうようなことを言われて、私も本当にそう思って、例えばこんなちょっと醜い統計で申し訳ないですけど、これは賃金センサスっていう厚生労働省が毎年出している統計から、年齢と性別を一緒にして30代前半の女性の中の平均勤続年数っていう、一つの会社に勤め続けている年数っていうのを計算してみたものであります。上の青い線がいわゆる正社員であります。下の赤い線がいわゆる非正社員。まあこれちょっとまあミニクイズなんですけど、何言いたいかっていうと、人非正社員はもちろん正社員に比べて、一つの会社に勤め続ける年数って短いんですが、確実に長くなってきて、少しずつ平均ですか、少しずつこう非正社員が長く勤める傾向が出てきてる。それに対して上の正社員は2000年ぐらいからよく見ると、ちょっと勤続年数短くなってきてて、これが何年後に一緒になるかわかりませんけど、だんだん正社員が長期雇用で、非正社員がすぐクビになった短期雇用だっていう常識は、だんだんこう変わってきてるっていうことを、まあ、見逃しちゃいけないんじゃないかっていうことが、まず一つ言いたいことであります。二つ目はこれで、これもちょっと実小さくて、ごめんなさい、これ就業構造基本調査っていう5年に1回総務省統計局が出してる分なんですけど、まあ上の黄色い部分がいわゆる正社員、就業者に、エンブロ E に占める構成ですけど、まあ昔8割だったのがほとんど3人に2人が正社員っていう時代です。で、3人に1人が非正社員なんですが、どこが増えてるかっていうと、いわゆる常用雇用の非正社員っていうのは増えてる。常用雇用って何かって言いますと、1年を超える雇用契約、もしくは雇用契約定めがないっていうのが、日本でいう常用雇用っていう呼び方で、それに対して、こう下のは臨時日雇いっていう、まあ1年未満の雇用契約に対して、実は87年から2007年っていう、こう20年間見ますと、臨時日雇いに非正社員っていうのは、あんま変わらない。1割強。変わらないんですね。いろんな多分呼び方は変わってますけど、変わらなくて、おそらく社会の中では多分、まあ言い方は良くないですけど、1割ぐらい常にこういう臨時的なバッファーっていうのはどうしても社会が必要としてるんじゃないかっていうことを想像させるような数字があります。それに対して、この真ん中のちょっと何色っていうんですか、カーキ色っていうのは、常用雇用の非正社員で、ここが3倍ぐらい増えてて、つまりこう、期間の定めのないとか、長い年月で雇える非正社員っていうのがどんどん増えてきてる。さっきの長期雇用と、いや、似たような傾向が出てきてるわけなんです。一方、この図もまた全然小さくて申し訳ないですけど、よく言われるのは、非正社員になると、もうずっと非正社員だ。さっきの世代効果もあるもんですから、ずっと非正社員だって言われたりなんかして、もう一回フリーターになると抜け出せないよって言われるわけであります。これは自分自身も反省なんですが、特に実証的な経済学なんかしてますと、だから平均的にそういう傾向があるって言わなきゃいけないところを、ちょっと全部スキップして、こうだなんてこう言っちゃうところがあって、ちょっと気をつけなきゃいけないと思うんですけど、確かに平均すると非正社員は正社員なんて難しいんですけど、絶対なれないわけではなくて、この統計の青い部分を見ていただくと、年間40万人は非正社員から正社員の転職をずっと遂げてるわけなんです。最近の不況ではちょっと減ってるわけですけど、40万人ぐらいはずっと転職によって非正社員から正社員に変わっています。あと、もう一個忘れちゃいけないのは、転職以外で、つまりこの図にない形で正社員に転職して非正社員は多分たくさんいて、これ政府の統計がないもんですから、わからないんですけど、実際には言うほど非正社員になるとずっと抜け出せないっていうのは違うんじゃないか。なんとなくこうステレオタイプのイメージ、かなり前の非正社員のイメージでずっとこう我々は問われすぎてんじゃないかっていう、むしろそのかつての正社員と非正社員の間のような形態って隠されてんじゃないかってことが言いたいわけであります。それこれもちょっとずっと小さくて申し訳ないんですけど、まあこれ言葉で説明しますと何が言いたいかって申しますと、さっきの40万人ぐらいの正社員から非正社員から正社員と呼べた人たち、どんな人たちなんだろうっていうのを調べてみたときに、いくつかの特徴があって、例えばもちろん医療とか福祉関係の人たちは、正社員から、非正社員から正社員になりやすいという特徴があるんですが、もう一個重要なのは、実は転職をする前に、
非正社員でも同じ会社で、まあ、2年から5年程度一つの会社に勤め続けたっていう経験を持っている人の方が明らかに正社員に転職しやすい。反対に1年未満で転職を繰り返している人たちはなかなか正社員になれないっていう傾向がはっきりと出てくるわけであります。一体これ何だろうと考えてみますと、この不況でも中小企業の中で正社員欲しいなって思ってる会社は実はたくさんあるわけであります。でその会社が何見てるかっていうと、雇ってすぐ辞めないだろうなっていう、つまり離職成功があまり高くない人とし欲しいな、雇って鍛えたいな、その時いろんなコストがかかるけどすぐ辞めないじゃ困るなって見てるわけであります。そうした時におそらく会社を辞める前の継続年数っていうのはある種の経済部でいうシグナリングとして見てるんじゃないか。やっぱり一つの会社ある程度継続して働いた経験っていうことが、まあ、正社員採用のスキルを持った、まあ、プロペンスティを持った人たちのシグナルになってんじゃないかなってことを考えて、まあ、そういう解釈をしているわけであります。そう考えますとだんだん変わってきてる。やっぱりこう感激を埋めなければならないだろうっていうふうな考えた時にだんだんそういう方向にやっぱり変わってきてるんだろう。じゃあその背景には何があるのかと考えると、下のポストに2つ付けましたけれども、やっぱり企業は今これからのいろんな不確実性、世界規模のグローバルの不確実性の中で、やっぱりなかなか正社員を取るっていうことに対しては、やっぱりかつてほど積極的になりにくい。やっぱり非常に慎重な姿勢を取らざるを得ないっていうことは、そろそろ今後変わっていかないだろうと思う。ただ非正社員の採用っていうのはかなり基準にして考えるという傾向は多分変わらない。ただ一方で、会社がコーポレーションとして先の就業的な認知を発揮させるためには、正社員だれ、非正社員だれ、まあ、優位な人にはある程度働いてほしい。長く働いてほしい。これは日本に限らずアメリカでもジェフリー・ファイファー、これも確かスタンフォードです。ですけど先生が書いているように、やっぱりいい人にある程度長く働いてほしいっていうニーズはやっぱり少なからずあるわけで、やっぱりある程度優位な正社員に長く働いてほしいっていうふうな期待というのは、これは企業も変わらないわけであります。じゃあ一方は非正社員もどうか。もちろん様々な不満があって、特に正社員に比べた処遇とか賃金の低さって不満もあるわけですけど、何を求めるのかっていうと、冒頭でも言いましたが、居場所がないことが一番困るわけ。ある程度安定した居場所が欲しいと。そういう居場所の中で自分自身をスキルアップさせたりとか、ある程度定着成功があるんだっていうふうな、こう、経験とか技能を蓄積したいっていうニーズは何よりも高くて。まあ、みんながみんなこう定着してスキルアップしたいと思うわけではなく、かなり大部分の人たちはある程度安心した働き方ができる場所を求めていく。しかしそこにずっといるんではなくて、次のステップのためのワンクッションにしたいっていうニーズがあるときには、どうしてもやっぱ非正規の中での長期雇用の人たちを増やす方向に行かざるを得ないだろうっていうのが、まあこういう図を思うイメージであります。私は将来的にはこの図のうちこう職人っていう部分がもっとこうだ、もっと大部分になっていけばいいんじゃないかなって思ってますけれども、大事なことはこう、正社員と従来型の非正社員などにこう、クエザイレギュラーエンプロイーのようなものが入ってくる形で、まあ特に男女もそうですし、おそらくこれから高齢社会の中で大事なというのは、おそらく高齢者の働き方の中でこういうクエザイレギュラー的な働き方をやっぱり望まれる高齢者たちが増えてくるんではないかと。そしてこのクエザイ的なものっていうのはもしかしたら日本的かもしれませんけれども、ちょうど間を上手にこう中を取り持ってその間をうまくこうきめ細かく制度間隙を埋めて柔軟性を確保するっていう風な仕組みになってきてるし、少なくとも当面はなっていくんじゃないかっていうのが私のイメージあります。だいぶ延長しなくて、最後だけで、じゃあどういう方向性が大事かなってことを考えたときに、いつか思うのは、私自身はやっぱりこう、どんな政策制度を考えるにせよ、まあ、特に設計する段階で、まあ、こういうことは専門家の皆さんの前で言うのもしゃばったいですけど、やっぱり市場の動向っていうのを無視してうまく絶対いかないので、まあ、今起こっていることっていう変化に、やっぱある種適合する形で、うまくその変化、良い方の変化っていうのを